フィリです。メイです。マリアです。ピンクラテ D 始まるよ。イエーイ。はい、本日の曲はこの中で一番モテるのは誰だ、原宿でインタビューしてみたです。イエーイ。インタビューはね、初めてじゃないですか。ですね。新鮮な感じなんですけど、はい、今日は道行く人にこの中で一番モテるのは誰ですかってインタビューして、一番多かった人が一番、まあ、モテるね、やってます。しましょう。ね。なんかマリアちゃんが勝つのが見えてます、ね。そうなんですよ。ちらちょっとちょっとなんかちょっと違うんですよ。ちょっとうるさいんですね。まあここはちょっと対抗心湧いちゃってるんですよ。そうなんですよ。マリアちゃんには勝ちたい。セリちゃんにはちょっと負ける気がするんですよ。でもセリは喋ってなければまあそうなんです。それで判断してもらえれば。喋らせるからね。はい、じゃあ、はい、ということでね、早速原宿の方へ行きましょう。それではどうぞ。はい、まず1組目は4人組の女の子たちにインタビューをさせていただきたいと思います。それでは早速その3人の中で一番モテそうなのを聞きたいところなんですけど、アピール大丈夫ですか？しといた方がいいですか？なんか見た目だけだとね、わかんないとこはあるので、ちょっとアピールしときます。なんかありますか？なんか私はちょっと勉強は苦手なんですけど、ダンスもやってて、どっちかというと運動の方が得意です。便乗するようで申し訳ないんですけど、私もちょっとなんかちょっと見た目あれですけどちょっと置いといて、あの結構喋ったら面白いと思うので結構ポイントかなって思います。運動が苦手なんですけど、かわいいね。勉強はちょっとできます。もう分かった。はい、じゃあそれでは早速指さしていただいてもいいですか？じゃあせーのでいきます。せーの。やった、耳を入れてくれた。マリアに3票、セリちゃんに1票。ありがとうございます。なんか寂しいんですけど、ね、ちょっとセリを選んだ理由何かありますか？うんうん、ダンスが上手い。マリアを選んだ理由を教えてもらってもいいですか？可愛らしい。うん、可愛らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。今2組の方に行ってもらったんですけど、2人組の女の子にインタビューさせていただきたいと思います。はい、この中で一番モテそうな人を指さしてほしいんですけど、その前にアピールします。この間体力測定したら反復横跳びが10点でした。53回。すごい、すごい。ちょっとじゃあギャップを見せていこうと思うんですけど、いいね。こう見えてミスドの食べ放題でドーナツ8個食べました。ちょっと勉強は苦手なんですけど、スポーツが得意でダンスやってます。よし、じゃあこの3人の中でモテそうだなと思った子をこう指さしてもらおうかな。私ですか？私ですか？二人とも、お、二人ともメイだって。なんかアーティスト名も絶対誰にも入れてもらえないかと、ちょっと静かにしたんですよ。うるさいから。よかった。よかった。ありがとうございます。はい、ということでじゃあ次の方に来ていただいたのでインタビューしていきたいと思います。はい。まず早速なんですけど、この3人の中で誰が一番モテそうかっていうのを選んでいただきたいんですけど、その前にアピールをさせてください。私は
ダンスまずしてて中3なんですけど勉強はちょっと苦手です。アピーダンスアピー、わかんない、はい、私は今中学2年生でちょっと同じくお勉強苦手なんですけど人を楽しませる自信は結構あるのでモテるんじゃないかなってちょっと思います。私も中学2年生で、運動は苦手なんですけど勉強はちょっとできます。こんな感じなんですけど、はい、指さしていただけたらなって思います。やったー、ちょっとシェリーって言うんですけどシェリーを選んだ理由とかちょっと聞いてもいいですか？ダンスやってるんです。あ、ダンスやってるの？うんうん、おー、ありがとうございます。はい、次インタビューさせていただくのは7人組の女の子たちにインタビューさせていただきます。それではマリアちゃんからいきますか。はい、運動は苦手な方なんですけどでもこの間の体力測定したら反復横跳びが10点満点中10点でした。すごい。はい、次中学2年生のメイって言うんですけどなんかちょっとなんか今日なんかふわふわした格好してるんですけどなんか女の子らしいかと思いきや変顔ばっかしてるような、まあ、そんなギャップもありますよと、まあ、それはちょっといい風に捉えていただきたいんですけどまあちょっと人を笑かせます。はい、はい、私は中学3年生のセリです。でちょっと勉強は、まあ、普通よりはできないんですけどダンス得意で歌もまあまあちょっとだけます。であと絶叫系とお化け屋敷は最近得意になりました。では一斉の腕でみんなで指をさせてもらえると嬉しいです。いきます、一斉ので。見て一番左刺したのがはい、1、2、3、4、5、6人。すごい、で優しい、優しい。マリアに1、1、6。おー、頑張ります。ちょっとシェリーを選んだ理由何かあれば。顔が綺麗、うん、肌が白いし、うんうんうん、なんか頼りがいがありそう。お、嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。マリアを選んだ理由をお聞きしてもいいですか？王道の女の子、うん、ザ女の子みたいな感じの。なるほど、ありがとうございます。はい、では女の子3人組にインタビューさせていただきます。アピールします。はい。私は中学3年生のセリです。5歳の時からダンスやってて歌もちょっとできます。勉強は苦手な方なんですけどスポーツが得意です。中学2年生のメイです。主にモデルやってたりするんですけど他にも演技やってて最近ちょっと泣く演技が上手くなってきたのではないかと思ってます。だから将来テレビで見れるかもしれないです。いいアピールだ、いいアピール。中学2年生のマリアです。私は家でセリちゃんみたいにダンス上手くなれるかなって思って頑張ってやってみたんですけど全然下手で顔が必死すぎてママに猿みたいって言われました。それアピール。ギャップだ。ギャップ萌えだ。はい、はい、じゃあせーので指さしてもらってもいいですか？せーの。お、やった。セリに1票、マリアに2票。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。は
はい、インタビューが終わりました。たくさんの方に協力していただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。今から結果発表してもらうんですけど、うん、私たちはインタビューしてモテそうな人を選んでもらったシールを貼ってたんですけど、うん、途中で見えなくなって手が今分かってない状態なので結果発表を今からしてもらいたいと思います。はい、自信のほどは、まあ最下位ではないかな。なんかね、なんか、めいちゃんには負けたくないんだよね。なんかちょっと腹立つ。でもね、マリアちゃんすごかったもん、ね、なんかね、序盤から結構そうだよ、すごい勢いですごかった、うん、人生のね、マリアちゃんみたいな。じゃあ2位の方から発表しますね。本日のピンカラテ TV のこの3人の中で誰が一番モテるのか、第2位はドゥン、マリアー。1位じゃないんだ。そう、なんとめいちゃんじゃない。そうかな。ということで、じゃあ1位の人の名前を言うね。はい、この3人の中で誰が一番モテるのか、一番モテるよってなった人は、はい、でん、セリー。まあ待ってましたけどね。ちょっと言い訳させてください。どうぞ。この前言われて気づいたんですけど、うんうん、なんか友達から、うん、思春期男子乗りが強いねとか、なんかモテそうだねって言われたんですけど、モテないんですけど、うん、いや、なんでそう思うのって聞いたら、うん、こう面白いしとか言ってくれたんですけど、うんうんうん、でもなんでモテないんだろうって言ったら、うん、なんかちょっと親父っぽいからって言ったら、うん、しょうがないよって。しょうがないよ。わかるもん。でちょっと悔しかったんですけど、うん、メインは思春期男子塗りが強いお年頃ということですね。ちょっとやっぱね、女の子らしさはちょっと喋り方には出ないよね。なんかね、うるす、まあ確かにうるさいし、そうなんですよ、うるさいし、うるさいし、確かに言ってることが中学生男子みたいな。じゃあもうなんか一緒、本当一緒に恋愛できない気がするんですよ。え、でも大丈夫。2票入ってたじゃん。2票だよ。1票数言っちゃった。2票入ってた。ごめん、やめん。お口ちまで言っちゃった。はい、インタビュー終わったんですけど、また別のお題でやるときがあるかもしれないので、ぜひ皆さん原宿に会いに来てください。会いに来てね。あと、お題とかね。そう。リクエストあったらコメントください。うんうん、お願いします。はい。もし、この動画がいいと、思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。